さあ、どこですか。お願いしますよ。どうも。どっちだ、こっちか。あ、電波が入ってないんや。電波が入ってないやつなんて残念。分からへんがな、電波が入ってなかったら。こんなもんどうせっちゅうのよ。北西、ここやな。 600m 行けそうじゃないね。どこだ、こっちか、左方向。ちょっと地図を見てみましょう。やっぱり分からん。今どこおるんだろうね。いや、一番端っこにおるんだ。ほんで古墳はどこあんの。宮古墳ここや。ということは今ここやから、今日大阪市内は31度ぐらいあったんだけどね、寝屋川は28度ぐらいで涼しい、だいぶ違う。ちょっと駐車場の場所間違ったかね。 600m 回るかないかんなんて。駐輪場か、これ駐車場なかったかね。これ左行こう、渡ろうか。これで行けるのかね。これ左やな。いや、左行ってみましょう。宮川市民学校のまだ先や。あ、そこか。え、これか。あのナビの駐車場は全然違うとこ誘導してくれるから大変だ。歩いて冬なら 600m ぐらいで別に気にならへんねんけどね、夏暑い。こんなに病院かね。もう近いんだけどね。この辺から右は行くんだけどね。看板も何もないか。わからんな、これじゃ。これで行ったらね、これで行ったら行けるのかな。ああ、漢字の人が前方後円墳やね。看板ないか。お、丸くなってるぞ。スズメたちが遊んでる。ごめんごめん。これはちょっと意味わからんな、これ。これどうなんだろう、これ。これがそうかね、これ、これ、これ。5にしてはこれ。全然ね、全然意味なさないんやけど。ね、空掘りかね、空壕かね。いやはや。到着しました。はい、ありがとうございます。おお、ここにある。やっぱりここでございましたか。はい。宮古墳。こう見るとあれもね、こう古墳みたいだけどね、どういうことやろうね、これ。わからへんな。これにもちーっと。書いてないか。英墳が残っただけ。あの向こうはそうやろうけどね、前方後円墳でございますけどね、あれね。はい、ちょっと見させてもらおうか。はい、ありがとうございました。ここまで車に10分ぐらいかかってますからね。はい、ここ行こう。ああ、入れんか。
入れませんか。大きな石がね、天井石があるんだけど、やぶになってますね。中見えませんか。わあ、見える。大きな石や。あれなんだ。あれは。あれはなんだ、あれは。なんだ。なんかわからへんけど、大きな石はね。もう七世紀になってからかね。はい、ありがとうございました。来ることできました、ここまで。上上がられへんな。はい、ありがとうございます。都府のね、遺跡図見れたけど、何世紀？やっぱり6世紀、7世紀か。ちょっとね、石灰もなかったけどね。はい、ありがとうございました。ちょっとこれあとね、向こう回ってみようかね。はい、ありがとうございます。